あ、妖精さんがいるわ。キラキラキラ。白くてふわふわのコットンの妖精さん。あ、コットンの妖精さんだ。そうです。今日はどうかしら、したか、かしらや。すごくね、神々しいよ、ほら。なんか。ほんとだ、すごい。なんかアタックの CM そう。わーお、ボルドーいやいやいや。今アタックって言ったじゃん。いや、他のボールドしか思い込まなかった。すごく白くていい感じです。そう、だけど開けるとあぐらをかく。妖精はあぐらかかんって。ねね、今日は何のサブちゃんですか、はい、ナムちゃんです。ナムちゃんですか。二人でね、なんか、はい、朝本屋に行くというちょっと素敵な時間があったんですけど、あ、そうそう、謎の。でそこでちょっとなんかお互いに相手に読んでほしい本を買い合おうっていう、ね、うんうん、ということで買ってきました、うんうん、それをちょっと今私は一個しようっていう、サブちゃんかわいいなそうポーズをね朝ねこう送り届けて、ちょっとティーをして、うん、そしてブックをバイしたんだよね下手だな横文字、ありえんくらい。ルー大島なんだけどしかもアサイーボール食べてね。そう、アサイーボール食べて、アサイーボール食べて朝から。アサイーボールって何あれ、ね、アサイーボールのさ、あのアサイーボールってあの紫の部分がアサイーボールの醍醐味らしいじゃん、うん、下にか固まってるなんかこうなんかシャーベット的なところ。そうそうそう、うちらはそこが嫌いだから上のフルーツとあのグラノーラのとこだけ食べて下のとこ残したよね嫌いじゃないけど、なんかちょっとどう食べればいいか分かんない。あ、多い、少なくていい。うん、アサイあんこ部分ね、あれ何か分かんない、分かんないね、うん、一生理解できない。何冊か買った、あーちゃん。俺は2、あ、まあ2、ほぼ 2? ほぼ3。あ、じゃあ3。お、じゃあ1個ずつ出していこう。うん、はい、じゃあ、うん、一回表。上から取って。ん？うふー。そのさ、こっちに置こう。ここに置こう、ここ。ピアノのところ。ん？こっち。こう？そう。ちょっと上。どに置けばいい？あ、そうだね。し？しとどない？またそのフラッシャーってのもできたね。ここへ。じゃあ、あーちゃんの先行。はい、一個ずつ。じゃあ、いきます。私のうーくんに読んでほしい一冊目はこちらです。じゃん。なぜ妻は夫のやることなすこと気に食わないのか。ねえ気に食わないんじゃん、やることなすこと俺の。いや、なにその、気に食わない場合に、あ、こういうことで私は俺の行動が、うん、あやちゃんは俺の行動が気に入らないんだなっていうのを理解できるじゃん。こういうの多いんだよって。そういうことね、知っといてね、私が気に食わない理由ってこと。そう、気に食わないことを言われた時に、なんで俺はこんな言わなきゃいけないんだって思うよりも、ああいう感じねって事前にこう覚えておくことができるじゃん、うん。まあまあまあ、確かに気に食われないことは多いよね。そうなの、気に食わないの気に食わないのじゃないの。なんか、そう、まあ、それはもう妻と夫ってそういうものだと私は思ってるから、うん、これをなんかこう、言葉に自分からするんじゃなくて誰かに代弁してほしいなっていう意味でこれを買いましたなるほど、はい。これは読むわ、普通に。じゃあ今度、うーくんね。チョンガン交換しよう。チョンガン交換？チョンガン交換しよう。チョンガン交換、いやいや。一冊目、あーちゃんに。じゃあ行きます。はい、どうしようかな、一冊目。じゃあこれ。はい。はい。でん。もうなんかアイディアの作り方。うーくん、クリエイターじゃん。クリエイター精神がもうすごいじゃん。これね、なんか、クリエイターコーナーみたいなのがあって。うーくんに必要ないでしょ、もう。ん？あーちゃんか。あ、そっかそっか。
どうこういうのっていう。なるほどね。だからなんか飛んだ発想的な。ああ、確かに。え、ウークにこういう本出してほしい、もはや。うんうんうん。でこれ帯にね、大悟さん絶賛って書いてある。メンタリスト大悟さん絶賛って書いてある。あーちゃんは結構あの日常的な動画が好きじゃん。うん、好き。俺はさ、なんか変な動画、変な企画の動画をこの芝生チャンネルでもやりたがるけど、あーちゃんはなんだろって言うじゃん。そうだね、私はもうありのままを出したいタイプだからね。うん、今日は散歩に行ったよとか言ってたから。そう、だからそういう部分をちょっとだけ補ってもらえたらなっていうぐらいの気持ち。じゃあ頑張ってクリエイティブ精神を身につけてねってことね、うん、って言ってるわけじゃないんですけどね。そうね、まあでもさ、まあ俺が読みたいかもしれん、これ。あ、そうだろ、うん、え、でもね、なんかちょっとそうかなと思ったけど、俺が買った、これ正直。まあいろいろいっぱいネタ考えてるしね、毎日。うん、あんちゃんネタ考えないもん。ネタは自分が生きてたら生まれるものと思ってる。いや、そこをなんかこういうのを一個読んだらまた考え方が変わっていい感じになるかもしれない。作り出す考え方ね。いいね。はい、じゃあまあ2人でも、2人でも、うん、オッケー。じゃあ次あーちゃんね、来いよ。こちら。ん、1センチ、プラス1センチってやつで、ほら可愛くない？愛とはどういうことですかみたいな。あなたの中の愛を呼び覚ましましょうみたいな感じ。愛がないって言いたいんですか？え、違う。そうじゃないよ。まあ、うん、これはなんかただの癒し効果があるから、まあ、これごめん、これはちょっとあーちゃん読みたかった。おーい、ごめん。やっぱそうじゃん。え、そうなっちゃうよね。あ、これ読みたいなって思っちゃって、うん、と思いつつプレゼントするみたいな。俺もなんかあのちょっと自分も使いたいなと思いつつポンスにおもちゃあげる。やっぱそうでしょ。たった1センチの差があなたの愛をガラリと変える。プラス1センチ、ね、うん、1センチの差、どういうことなんだ1センチ。もう整形の話だから。もういや、そうそういうことだよ。リフトアップみたいな。1センチリフトアップするだけで人生が変わる。そう、だから整形で言うとそういうちょっとミリ単位のいじりは顔が可愛くなるよっていうことじゃない。こう整形で言えちゃうのかい。はい、じゃあ次言うから。じゃあ次、これはちょっとそうですね、まあ、昨今の、うん、いやこれ後でしょ、ごめん、後ですわ。時間大丈夫かな、あと3分ぐらいしか出なきゃいけないんだな。じゃあ続きは後だよ。うん、はい、一回切る。はい、ちょっと、はい、ちょっと中断しました。はい、パンスを迎えに行っておりました。パンス、おいで。来る？よいしょ。はい、ただいま。ただいま。どこに行ってたんですか？ ABC。 ABC に行ったんですね。楽しかったですか？はい。今日はどんなことをしたんですか？パス。今なんか最近多いなっていう、おー、なんか話題性あんなっていう、ちょっと浮かぶわ。話題性多いなっていう本があったんで、せっかくなんでちょっとあーちゃんと一緒に読もうかなっていうくらいの話を買いました。来て来て。はい、なになに、これちょっとね、あーちゃんに語ってほしいな。はい、じゃあ。なに、うわ、人はなぜ不倫をするのか。はい、本また回し直したよ。もう何回回し直すの、この本を。時を経て経て本を渡し合うっていうだけなのにさ。ねね、これだよ。これだからしばなんチャンネル撮影できない。君が邪魔ばかりするからな。ということで、今はあーちゃんはなんとネイルに行ってきたということだよね。え、そうだよ。ちょっと話はそういうんですけど、ネイルちょっと見して、ちょっと見して。あーちゃん、かわいいぜ。これグミネイルのグミネイル。グミネイルっていうの？俺はそれ初めて見た時、なんかボンドを
ビチってやったみたいだって言ったけどね。ルーがグルーガンって言ってた。グルーそう、あのなんか制作所の人がなんかやったのかなっていう。グルーガンを爪にグルーってやったんじゃないのそれ。かわいくない？ね、こうなんかちょっとほらボンドが潰れたみたいな。そう、このボンドが潰れた感がかわいい。じゃあ続きをいきますか、うん、そうで、俺がなんかあ、この本を渡して、実はもう一個あるんですよ。不倫ね。もう一個あるんですよ。なんか最近そういうの多いなっていうので、あーちゃんに渡したいのじゃないかな、もう、うん、あーちゃんに渡したいやつじゃないかもしれない。何？他の人にこれを渡したいかもしれない。文春にバレない密会の方法。ダメーダメいや、なんかタイムリーだなと思って、この本。まあさ、てかさ、もうさ、不倫が最低だとかさ、浮気が最低だとか、そこじゃないなって、私はもう論点が、もうここまで来ると。もうね、だってそれ、こっちは知らなくていいことじゃないとしか思わないんだけど。ああ、そうですね。ツイッターでもあーちゃん言ってましたよね。そう。だって芸能人はさ、なんで芸能人になりたいかって言ったら、テレビに出たり演技をしたりモデルさんになったり人を笑わせたかったりトークが得意だったり、あのエンターテインメントをすることを目的に、あの芸能人になりたいって思うじゃん。でさ、そうするとさ、だからプライベートも気をつけなきゃいけない、プライベートもさらされて当然になってきてるじゃん最近。眠い。眠くないでしょ、あなた2時間寝たでしょ。眠くないでしょ。だからさ、本来有名人とか芸能人っていうのは、別にそういうこと、それも覚悟して、なんか、まあ、多少してるとは思うけどさ、追い回されてプライベートを取られることを覚悟しながら生きなきゃいけないのって、なんかそれはちょっと違うんじゃないってちょっと思い始めてると思う、みんな。ね。別に、楽しいところを見せてくれれば私はいいなって思っちゃうんだよね。私が楽観的すぎるのかな。うん、こう裏で何してるとかさ、なんかこんなことしてました。まあ確実に悪いは悪いんだけど、知らしめる必要があるのかって話だよね。その、そう、悪いし身内だけで解決して、それでも許せないんだったら、あ、そうそうそう、最終的になんか本人がマジこいつ晒したろっつって晒す分にはいいと思うの、うん、って。はい、お前こんなことしましたね。はい、じゃあ世間に晒しますわ私。こんにちは、私の旦那こんなことしましたって言うなったらいいよ。その被害者本人が言うのが分かるんだけど、なんか何だろう、勝手に記事作って、あ、もう出しますね、これ、こんなんできましたんで、こんなテレビ作りました、こんな動画、あ、こんな雑誌書きました、もう出しますんでよろしくお願いしますね、もし何か問題あるんでしたらお金で解決します、5000万ですけどこの記事消すのは、みたいなさ、やり取りが裏でされてるとするじゃん。もうそんなさ、もうどうしようもないしさ、確かにさ、なんていうの、もう、あ、もうしょ、もう、あってなるじゃん。うん、わかる。もうこれがあなたの旦那がしたことなんで、これ世間に言いますんでって言われたら、もうさ、私このされた側とさ、この子供はさ、一生さ、おめえのどうじゃなんとかって、お前はそんなことをされた嫁だっていう、やられた側ってさらに傷つくわけじゃん。うん。で、そのバラされた、バラしてその情報を知った人たちが全員不倫した方が悪いっていうとは限らないでしょ。どっちにしろされた側にも原因があるんだよ。お前はなんか家で暴言でも吐いてんじゃねえのとかさ、憶測で被害者側が言われたくないことを
言われる種になっちゃうじゃん。うんうん、絶対にそれをだから言わなければその界隈だけで裁きが行われて結果がついてその後に報告っていうのはすごい分かると思う。応援してくれてるファンの人たちにこういうことがありました、こういう結論を出しましたって落ち着いてから出すはいいと思わない？うんうんうん、そうだね、うん、でも大体の芸能人とか有名人とかのそういう報道的なものは最中にこう何か裁判とか話し合いが行われた後の落ち着いた感じで報道されてるっていうのはあんま見たことないじゃん。うん、はい、今日こんなことがありました、こんな姿が撮られてました、バーンじゃん。うんね、そうだから個人で行動してる男の人がそういうことを撮られてるんだったらまあまだ100歩譲っていいんだけど、家族に犯罪を暴くとかはね、やーちゃん、それは本当しょうがないと思う。まあでもさ、その今さらそのもう必要悪というかなんか自然の説理なんじゃないですか。うーん、記者って確かに、でもみんながそれをなんか記者がやってることが正しいって思いながら見るのか、なんか違うなって思いながら見るのかではまた違うじゃん。記者がやり続けるにはやり続けると思うけど、これから先も芸能人とかさ有名人とかがいる限り裏を取って脅してお金取って、そういうことはもう仕事だからしょうがないんじゃない？もうそれが仕事なんだからさしょうがないと思うけど、まあまあまあ、完全に悪いのは、うん、そういう起こした人だけどね。そりゃそうだよ。でもさ本当にそこだけ切り取っていい出来事とそうじゃない出来事とかもあるじゃん、わかる？連帯責任なんじゃない？もうあ、家族としての、うん、なるほどね。そのことが起こったってことはも う, もう当事者同士 の, 君の家族も権利さらされますよっていうようなやつ、うん、いやムカつくよな。でもさ、いやなんかさ言った小説ありますわ。いや違う違う、本当にねこれいろいろ本当にいろんな人の意見があると思うけどさ、不倫してた側の女の人がリークするパターンみたいなそういうのもあるじゃん。うん、私この人の不倫相手です、こんなことされてましたよ私どうですかって記者に いくらで記事売りますってやるんだよ。うんね、やるじゃん。私こんな情報持ってます、いくらで買いますあなたって、でそうやって記者は食べてるわけだよ。うん、わかる？どうなんでそれがやっぱ金になってるかって、そういうことだからね。私はこんな情報してますけど、いくらでこの情報いくらで売りますよ、わかりました、いくらで買いますって言って、じゃあもみ消したければいくら払ってください、そういうお金が発生してるわけじゃん。めっちゃキモくない？とにかくそうやってそのだからもう手神に見られてても大丈夫な生活を送らないといけないってことだよね、うん、そうだね。誰がどの視線から見てるかわからないんだからさ、もう相当、もしウー君もし不倫するんだったらその不倫した女を逆上させるようなケアの仕方はしちゃダメだよって思う。あ、私は知らなければもうここには何も事実がないことになるわけなんだから、もしその女がもしちょっとでもウー君に粗末に扱われて、女なんてさそんな面倒くさい生き物なんだから、私のことをこんな風に扱ってもう許せないわってなった、その女がはい私シバユの不倫相手です、こんなことされました最悪ですこいつって、ね、何のやつですかそれは、何の家庭ですか、聞いてくださいって言うかもしれないじゃんはい、あーちゃんがじゃあ誰かと不倫しました、うん、あーちゃんがさめちゃめちゃその男の人にねえなんとか買ってとか言ったり、今日迎えに来てとか、うん、すっごいもうなんか悪口いっぱい言ってるとか、旦那の悪口いっぱい言ってるとかさ、それを最終的にあ、やっぱりウー君のこと好きだからあなたもういらないバイバイみたいな、そういうことを私がその男の人にするとするじゃん、うん、そしたら男の人はどう思う？どう都合のいいように利用されたあの女地獄に落としてやるって思うわけじゃん。そしたらこの人はどうなるか分かんないわけだからさ、
みんな自分の関わった人を誰かに、うん、なんだろう、その告げ口したりされるような扱いをしちゃダメだよね、せめて。もし好きになっ、違う違う、しなければいいの。いや、しなければいいんだけど恋とかそういうのは、恋心とかって抱くものじゃん、人間は一生、うんうん、で、そういう、だからそのなんていうの、なんかさ、恋愛、その好きになっちゃダメだとか、本能を失って生きろみたいな風には思わないわけ、そうやって人間の、うんうん、でも、なんか本当に舐めてんなっていう行動を してたらさ、もうかばいようがないしさ、なんか本当に死ぬ覚悟でやらないともうダメだよね。人はなぜ不倫をするのかっていう本が出てるってことは、うん、いっぱい不倫をする人がいるわけ。不倫はしなければいいんですって、そんなことを言うのはもう誰だって簡単じゃん、うん、でもこの立場になってみるとさ、果たしてそれが一生続けられるのかって話。不倫はしちゃいけないことは 100% そんなの分かってるよ、結婚というものがある限り。でも人間は恋をしたり、好きに、ね、奥さんがいる人を好きになっちゃう女の人もいるし、旦那さんがいる女の人を好きになっちゃう人もいるわけよ。でもその時、この実際この結婚してるこの人がどういう自覚でその人に接するかだよ、好きになられた場合、好きになってしまった場合。絶対家族は傷つけちゃいけないじゃん、家族に迷惑がかかるようなことも。だからさ、その覚悟をずっと常に誰にも話しながら、私はこういう人間です、家族が第一、家族は絶対傷つけたくない、でもあなたの行為は嬉しいよとか、そういう言い方ができるじゃん。なんていうの、わかりますか。また別の回でやってもらえますか。やだ、そのエスカレートしすぎですよ。やだ、ん、もうあーちゃんはこのことを話さない。ん、もうあーちゃんは話さない、だってゆうくんだってもしかしたらしてるかもしれないって思うようになっちゃったもん、このせいで。ゆうくんだってもしかしたらさ、公衆トイレでさ、おしっこしてるかもしれない。おしっこそんなしか考えたくない。そんなこと考えたくもないしさ、そんな人がいるなんて思ったらさ、いるって知ったらやる人がいるから知れないでしょ。そういうのがあーちゃん嫌なの。こうやって知らない世界でさ、知らなかったらさ、やんなくて済んだのかもしれないのにさ、もう嫌なの。そんなことは聞き入れたくないボタンみたいなのを押しときたい、あーちゃんは。そういう情報がもし流れたら、それはシャットアウトされるボタンみたいなのをオンにしておきたい、ずっと、うん、ずっとディズニーランドのラプンツェル中に住んでたい。ああ、行こう、ディズニー行こう。ディズニー行きたい、ディズニー行きたい。俺さっきチラッと読んだらね、うん、ディズニーランドのには、うん、ハロウィンの時期に行けって書いてましたね。ハロウィンで仮装していけみたいな。すごい、確かに。でもそれじゃあさ、別にデートしてる意味なくない？お互いの顔が見えないのに。それ楽しいの？そこまでしてディズニーランド行きます？でもさ、あーちゃんとうくんは傷つけ合わないようにさ、絶対にさ、最善の努力をしていこうね。あーちゃんはさ、不倫すんなよとかさ、風俗行かないでとかさ言えないけどさ、でもさ、知りたくない。あーちゃん、だってあーちゃん嫌だもん。だって嫌だから。感情ジェットコースターが今、あ、登ってる登ってる。今下がった後、今登ってる登ってる。あーちゃん、もう一回やめよう。あーちゃんなんて妊婦だからすぐ泣く。あーちゃん泣いちゃった。あとあーちゃんが最後に一つ紹介したい本があります。あー、その本の紹介だったのか。そうだよ、ちょっとね。あとさ、あとあーちゃんが最後に一個うくんにあげたい本は、はい、これですよね。これは、あ、待って、
リウムにいいと思った。うん、いくよ。じゃん。気持ちを言葉にできる魔法のノート。おお、これはうーくんがなぜこの本を読んでほしいかと思ったかというと、うーくんは圧倒的に言葉が少ないからです。こういうなんか自己啓発本って、うん、意味なくねっていう持論があるんだけど俺、まあ、結局ね、うん、その一瞬なんかちょっとさ、なんか刺激されるとさ、うん、あーちゃんだってアドラーに刺激されて、人を傷つける勇気と自分も傷つく勇気は大事ってことをさ教わったんだよ、中学生ぐらいの時に。ああ、高校生ぐらいの時。アドラー氏ね。そう、これであーちゃんに、うん、チキってことを伝えればいいんだね。そうだよ、あーちゃんにそのとさ、何がチキなのかとか、うん、こういうところがチキだよっていうのをさ、うん、さ、うん、言っていった方がいいと思う。プンプン、うん、はい、ということで台本交換会でした。はい、こうやってね、これもね、あ、これもね、かわいいよね。かわいい、うん、これは癒し。これも買ったんだけど、え、意味ないよね。何それ、これなんで買ったのかあんまりわかんない。逆ソクラテス、いや、なんでソクラテス好きだな。ソクラテス好きじゃない。俺ソクラテスだから。で、前の美容師担当の名前ソクラだったもんね、奇跡的にね。ソクラテスって呼んでたもんね、そしたらね。そう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 、さすがにつけるよね、テス。いや、担当の美容師もソクラってすごいよな、しばゆ。しかも本当にロン毛でヒゲ生えてんのね。確かに、なんか先祖かもしれないよね。俺の先祖ソクラテス。うん。いやいや、ソクラの先祖がソクラテス。あ、そっかそっか。結構ね、あの、なんかさ、2回ぐらいカット入った気がするけど、コンサルちゃんは。あとなんか後半ちょっとヘビーな話になった気もするが、うん、はい、楽しい本プレゼント交換会でした。そうでーす。楽しかった。この本いいね。うん。これを時間ある時に、ポンス寝た後とかに、2人で本読みタイムを作りたいと思います。はい。それでは皆さんも、いい夫婦タイムを過ごしましょう。じゃあ